タゴの裏部屋は日本相撲協会に所属する二所の関一門の相撲部屋。かつて出羽の海一門にも同名の部屋が存在したが、系統的つながりはない。本校では前身のナルト部屋時代についても記す。1986年1月場所限りで現役を引退して双子山部屋の部屋付き親方として、後進の指導に当たっていた年より13代ナルトが、 1989年2月1日付で、力桜ら6人のうちで主を連れて双子山部屋から、分家独立して鳴ト部屋を創設した。以降、若の里や高の若、木瀬の里、高安など7人の関取りを排出した。2011年10月下旬に、13代の弟子暴行疑惑、木瀬の里の暴行幇助疑惑、体重増加を目的としての高志の山に対する、 インスリン注射疑惑が週刊新潮2011年11月3日号及び同年11月10日号で報道され、日本相撲協会も関係者への聞き取り調査を行っていた。ところが同年11月場所が開催される6日前の同年11月7日に13台が急世したため、部屋の今後についてと暴行疑惑の調査に関する臨時理事会が 翌11月8日に開催され、部屋付き親方である九代西和が部屋を継承することを認めた。なお、高市の山は13代が自身の糖尿病治療のために処方されたインスリンの注射を認めたが、インスリンは日本相撲協会の規定では禁止されていないため、協会は注意にとどめて処分は行わず。 弟子への暴行疑惑調査も13代が請求したことにより打ち切りとなった。前述の決定を受けて、9代西岩は、名跡所有者である若の里に、西岩の名跡を返却するとともに、急遽、鳴門の名跡を取得し、2011年11月8日に14代、鳴門を襲名して部屋を継承した。同年、11月場所後には木瀬の里が大関への昇進を果たしている。 2012年9月10日に2010年7月頃から13代や所属力士たちからの暴行を受けたとしてナルト部屋に所属していた22歳の元力士がまた部屋に所属する行事からセクシャルハラスメントを受けたとして同部屋に所属していた18歳の元力士が 行事と13代の法廷相続人らに対して2200万円の損害賠償を求める提訴を千葉地方裁判所松戸支部に行った。裁判は2013年12月に部屋の名称が田後の裏部屋へと解消されて以降も続いていたが2014年5月16日に千葉地裁松戸支部は原告の請求を棄却し原告側は控訴したものの同年9月24日に 東京高等裁判所は再び原告の請求を帰却している。日本相撲協会は2014年からの公益財団法人への移行に伴い、年寄り名跡を協会側で一括管理するために、2013年12月20日までに、年寄りに対して協会へ年寄り名跡証書を提出することを求めていたものの、14代は年寄り、 ナルトの名跡証書の所有者である13代夫人との話し合いがつかず、日本相撲協会が定めた期限までに、名跡証書を提出できなかったため、2012年2月に、救世した14代タゴの裏の夫人が所有する、年寄り、タゴの裏の名跡を正式に取得し、同年12月25日に日本相撲協会へ、年寄り、タゴの裏の名跡証書を提出するとともに、 正式に16代タゴの裏を襲名した。これに伴い、同日付で、部屋名が、ナルト部屋からタゴの裏部屋へと変更され、大関、セノのトラ所属力士12人と、行事2人、呼び出し1人、床山1人はそのままタゴの裏部屋の所属となった。しかしナルト部屋の施設は13代ナルト夫人が所有しているため、タゴの裏部屋一同はそれまで使用してきた部屋の、 施設からの転居を余儀なくされた。そこで、翌26日には、16代タゴの裏以下全員が、同年10月に閉鎖された三保が関部屋の旧施設へ、新部屋新設するまでの約半年間の予定で移転した。その後、当初の予定よりも、新しい部屋施設の完成は遅れたものの、2014年12月14日に、新築した施設での部屋開きを行った。 いち早く弟子の木勢の里に横綱に昇進して欲しいという意図から部屋開きの際にすでに在位していた横綱による土俵入りは行われなかった。2018年2月には部屋付き親方である12代西岩が文家独立して西岩部屋を創設した。2019年3月場所から田ゴの裏と信仰のある JRA 機種の小牧太氏の紹介で大阪場所宿舎に 兵庫県山ヶ崎市のその田競馬場を使うこととなり、その田競馬場とはコラボレーションの関係となった。横綱明治神宮で奉納土俵入りを行う稀勢の里、立ち持ちを務めたのは高安。ありがとうございます。